100センチ四方程度の大きさの大判ペットタオルを広げて利き手の反対側の手にかぶせて持ち、用意します。猫に逃げられないようにタオル越しに首根っこをひっつかんで押さえ込みます。そのまま全身をくるんでひっくり返します。あぐらをかいて猫を落ち着かせ、猫の頭を脇の下で固定します。タオルの隙間から手足を引っ張り出して爪を切ります。蹴られる怪我の防止のため、後ろ足から切ります。ギロチン式の爪切りの持ち方は、握って動く方の柄を指側に持ちます。反対向きだと刃がぶれます。